つまり両側から同時に切れば、再生しようとする生命繊維をもう一度切断できる。それにより完全に再生を阻止することができるわけです。それでハリメノイの腕も再生しなかったわけか。そして同じ方法で気流院羅行の精神狩り縫いも解除できるはず。イオリ、お前の差し金だったか。勝手をしたことお許しください。よい、よくやった。それにマトイ・リュウコ、なんだ、なるってんだろ。助かった、感謝する。サツキ様、転校生なんかに頭を下げる必要なんてない。サツキ様の助言によりマトイも助かったわけで、感謝すべきはこいつの方です。てめえら、誰のおかげで自由になれたと思ってんだ。ジャクズレにさなげよ。何よりもまず我々自身の不甲斐なさを恥じるべきだ。そうだね、危うくまたサツキ様に刃を向けるところだった。今はマトイ・リュウコと争っている場合ではない。これは返す。私には断ち切りバサミがあるからな。私はハリメヌイを追う。ラギョウとヌイは地下の子宮殿へ向かったはずだ。そこに原初生命繊維がいる。原初生命繊維？カムイや極性服に使用されている生命繊維。生命繊維には意志がある。その意志のもと、ラギョウはこの星を生命繊維で覆い尽くそうとしている。原初生命繊維とは、そんな生命繊維の根源なるものだ。ヨタ話を私に信じろっていうのか。無理に信じる必要はない。だが気流院ラギョウと原初生命繊維の打倒こそが私の目的だ。勝手にすりゃいいさ。私は父さんの仇が打てればいい。今さらお前らと仲良しごっこするつもりはねえぜ。分かっている。だが気をつけろ。ハリメヌイもまたその体内に生命繊維を宿している。てめえに言われるまでもねえ。今度こそ蹴りをつけてやるぜ。あ、リュウコちゃん待ってよ。なんだこりゃ。どうやら奥にあるのが原初生命繊維のようだな。おお、でっかいマリモみたいだね、あれ。リュウコ。ああ、分かってる。マコ、ちょっと下がってな。うん、リュウコちゃん、命を大事にだよ。いらっしゃい、リュウコちゃん。歓迎するよ。ハリメヌイ。焦らないで。待っていたのは僕だけじゃないんだから。ああ、これはまた大歓迎だな。どうした、そんなに余裕がねえのか、ハリメヌイ。うるさい、このゴミカスが。よくも僕の腕を。君の腕も切ってあげるよ。いいね、やれるもんならやってみな。いざ尋常に殲滅開始。こんなことで引っ張ってもらっちゃ困るからな。でかい口叩いたんだ。やられんじゃねえぞ。
おかしい。原初生命繊維が近いせいか。鮮血、どうした？どうも時間の流れが一定ではないようなのだ。それも場所によって異なる。いや、トリガーとなる存在がいるのか。私にはよくわかんねえけど。それよりてめえら、余計なおせっかいしやがって。何よ転校生、強がりを言うんじゃないわよ。俺たちがいなかったら危ない場面が何回かあったぞ。これで貸し借りはなしだ。バカ言ってんじゃねえ。一人でも楽勝だっての。はいはい、生産性のないおしゃべりはその辺にしない。のんびりしてる暇はないだろう。そうだ、サツキ様はすでに先へ進んでおられる。待て、我々はサツキ様を追う。勝手にすりゃいいだろ。貴様ら行くぞ。なんでゴマちゃんが仕切ってんのよ。サツキ様、今参ります。もっと静かにできないのかな。わざわざ敵に知らせる必要はないだろう。リュウコ、なぜ彼らと一緒に進まない。私はサツキを助けるためにここにいるわけじゃねえ。それにリュウコちゃん、父さんの仇を討たないとな。